一ノランプの下など読みみ直してみる1975年に東京芸大の学生だった一ノ関系はランプの下でビッグコミック賞を受賞してデビューした画家屋への周辺をかっこよく泥臭く描く当時びっくりするほど絵がうまい人だなぁと高校時代から大学時代作品が発表されると読んでいたがぱったりと作品を見なくなった時々 『夢の江戸歌舞伎』など絵本の挿絵を描いたり『週刊人間国宝』シリーズの芸,術あ芸能の巻では絵尽くしというページを作ってくれたりぐらいであったが近年の作品をまとめた『花紙写楽』という一冊が四半世紀ぶりの新刊と帯に書かれて登場した。さあそれからまた8年そろそろ次が出ないかな。 小学館総書版を積んでみた。